ご三方のご功績は都民が敬愛し誇りとするにふさわしいものでございます。今後ますますのご健勝を祈念いたしまして、さらなるご活躍を期待を申し上げます。小澤征爾さんは世界的に有名な指揮者で、長きにわたって第一線で活躍し、若手の育成にも尽力してきたことが評価されました。一人じゃ何にもできないんで、こういういただくときはいつも僕の仲間のオーケストラの人たちがみんな僕と一緒にいただくっていうふうに僕は思っております。北里大学特別栄誉教授の大村聡さんは去年ノーベル医学生理学賞を受賞し、開発した抗寄生虫薬が年間およそ3億人を失明から救っていることなどが選考の理由です。三宅義信さんは1964年の東京オリンピックから2大会連続で重量挙げの金メダリストとなり、引退後も指導者として育成に尽力してきたことが評価を受けました。